ホーチミン病地図ホーチミン病は、ベトナムの派の石、バディンクにあるホーチミンの霊病である。2年の歳月をかけて建てられ、1975年9月2日に、完成した。1年中霊房の効いた内部の部屋に永久保存処置を施されたホーチミンの遺体が安置されている。病の中は、ベトナム人民軍の軍人により警護されており、死後現金で立ち止まることは許されない。 病の中では撮影禁止となっているが、マナーモードになっている状態の携帯電話、スマートフォンと小型カメラは持ち込みが可能。大型のカメラやビデオカメラは無料で預けることになる。敷地入り口でセキュリティチェックを受けた後は、しばらく写真撮影は禁止されているが、病を出た後は撮影は自由となり、バディン広場側に出ることも可能。なお、病を出た後に有料で、 放置民の家や放置民博物館に入場することもできる。なお、午前中の放置民病公開時間は、広場一帯が入場規制がかかり、放置民の家や放置民博物館には放置民病に入場した人だけが入場できる。公開時間以外は、徒歩で広場に自由に入ることができ、直接放置民の家やチミン博物館に入場することも可能となる。 ホーチミン自身は、存命中に、自己顕示的行動に及ぶことは、ほとんどなく、その死に際しても本人は仮想及び北部、中部、南部への分骨を望んでおり、個人崇拝につながる墓所の建設を望んでいなかったが、ベトナム当局はその遺書を全文公開せず、会いたくても、統一までは、直接会えなかった、旧南ベトナム人民のため、 統一後も会えるように体を保存したという名目で建設されたものである。年1回、体のメンテナンスのため浮きの2ヶ月間は入場できなくなる。毎回の詳しい日程はインターネット等で公表される。ありがとうございます。